はい、バイナリーオプションスペシャリストのハンマです。調整中でデモでね、バイナリーオプションの、トレードをしてます。今ね、通していたのは全勝しました。これだけね。して、全部勝ちました。いいチャンスの時にね、シグナルの時にね、今ここに出てるインジケーターの表示が NZDJPY の倍ということでね、0分判定で7時でしたね。日本時間7時の判定でした。9月12日ですね。で、分析データはこちらになります。このね、インジケーターに従って、自動売買、取引されてます。まあ、調整がね、これ単純投資の勝率がいいのだけを検索して分析なもんですから、単純でたくさんシグナルが出るということは確かなんですけどね。比率でだいたい8勝3敗とか15勝3敗とか8勝4敗とかね。8勝6敗とか9勝4敗とか9勝6敗とか8勝3敗とか8勝4敗とか13勝5敗とか16勝8敗とかね、16勝7敗ね、そんなような稼ぎ方を1年前にしてて同じように稼げるかですね、今後で投資させてます。こちら関係ないんですね。こちらの方でですね、音声で、知らせてくれますから、その通貨広告を選択して、上か下か投資するだけですけどね。シグナルはね、1個しか伝えません。それでね、まあ、一応、3台のパソコンが並んでおりますけど、コンピューターが並んでますけど、こちらもバイナリーオプションです。これは許可を受けての自動売買ですけれども、デモトレードです。こちらは FX ですね。FX ですけども、成績上がってません。マイナス500ドルぐらいいってます。シグナル発信してますね。調整中です。こちらの方は、今稼げないんで、稼げないとまずいということで、デモでちょっと試験して、バイナリーオプションスペシャリストで稼いだ戦略方法と同じですね。大体。それを使いまして、手入力で、こちらの方はね、完全自動売買の許可が、取れなく禁止のところですので、自分で手打ちで打たないと、稼ぐことは禁止になってます。で、今まあテスト中なので、デモですね。まあ、デモでもちょっと40セントぐらい、50セントぐらい損してますけどね。50円ぐらい損してますけど。まあ試験通して、あまり数通さないで稼ぐ方法をやってるんですけども、どうも多くなっちゃいますね。まあそんなことで通してます。今困ってんのがですね、光ケーブルでやったのに全然アップリング、これ1日2日目なんですけど、2日目でまだこれしかアップリングできないんですよ。このね、今録音撮ってると4ギガになりますけども、4K なんでね。これアップリングするのに2本ぐらいで1日かかっちゃうんですね。
光回線にしたんだけど、ADSL と全然変わんないですね。もう、参っちゃいましてね。光回線だと早いと思ったけど、遅いですよ。ADSL の方が早いわ。ね。IPv4 なんですけどね。IPv4 なんですけども、遅くてアップリング、止まったばっかして19からもう何時間も8時間も12時間もかかってるバカ野郎。このアップリング全然できやしないですよね。本当怒りますよ、本当に。何千 ADSL と遅くてもう、嫌になっちゃいますね、これ。金かけて余分に5000いくらも出して、今 ADSL も引いてるんですけどね。光回線全然遅くて、もう、怒りますよ、本当に。何も仕事できないでしょ、これ、光にしたって。だって、IPv4 なんですけどね。IPv6 にしないといけないんですが、そうかって言ったって保証ありませんからね。またお金かかりますでしょ。嫌になっちゃいますね。で、これ契約だから、この光回線2年契約しないといけないんですよ。こんなのずっと使うんですか？光回線。もう、何ですかこれ。もう、たった4ギガで、1日2本が精一杯って一体何ですか？光回線。もう、頭に来ましたよ、本当に。遅くて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 、もう、これ停止しっぱなしですよ、アップリング。他も YouTube の方のやってるの、同じなんですか？何にも使い物になんないですね、これ。この回線の遅さ。もう、驚きましたよ、もう。全然、東京なんか密集してるから大変でしょう。もっと遅いんじゃないですか？なんでこんなのだったら、月契約10円ぐらいですよ、こんな予算。こんなデータ更新できないね。ね、5500